はい、ではリトルノアやっていきたいなと思います。もともとソシャゲだったやつを買い切りのあれにしたっていうやつっぽいですね。やったことはなくて、なんか見てたら面白そうだなと思って見てみました。お、プレイステーション、じゃあスタートしましょう。どんな感じなのかが全く、この難易度はストーリーの内容に影響せず、ゲームの攻略の、難しさのみに影響します。普段あんまりゲーム、アクションゲームをプレイしない方におすすめはないです。HP 減少。敵のね、ノアが受けるダメージ減少。敵の状態以上に弱体化。まあ、普通でいいか？普通にしましょう。オートセーブですね。錬金術。錬金術。それはマナを操り、キャラクターを刺激する術。はい。錬金術によって発展した国。錬金術って聞くとアトリエが出てくるけどな。マトリもちょっと違ったことない。そう、なんでこれダウンロードしたかっていうとさ、多分これこの絵がさ、ブレイブリーデフォルトのあれなんじゃないかなって思って、で、まあ、それがまあ目に留まったのがノアの箱舟。あとだからね、もう一個ね、それで見つけたのがあるんだけど、まあ、それはまたその後やろうかなと思うんですけどね。アクション RPG。 猫、猫ちゃん、お怪我を負った猫はノアの手を早めくると、そのまま逃げるような姿を消した。あ、箱舟の中なのね。移動、十字キーで移動して、どっちがいいかな。十字キーで移動したくなっちゃうな。ジャンプ、あ、二段ジャンプできる。二段ジャンプ、はい、ダッシュ、ん？ R2 か。ダッシュ、ダッシュというよりはなんて言えばいい、加速、ジャンプボタンで降りる。宝箱は R1 だ。昇竜拳、ラッテ、ラッテ。ちょっと待って、錬金術が生み出す生態のことをアストラル、あ、アストラルだったか、ユーマだったか。アストラル体によって攻撃します。あ、なるほどね。入手可能です。メインメニューから確認できます。まあ、ここら辺がガチャ要素だったのかな。ラッテ、ルータス、ルータス。あ、なるほどね、3人ずつなのね。でさ、あー、なんで特定のオブジェクト、あ、これね、乗れんかった。入れ替わるよね、きっとね。ネズミ、あら、猫に知らないキャラクターが、さっきの猫ちゃんキャラクターもあいつなんですよ。はい、スキル、あ、強い。射程がこっちの方があるからいいな。アニマバースト、敵を攻撃するとアニマバーストのゲージが溜まります。溜まったゲージを消費するとアニマに変身して攻撃できます。アニマに変身するときは無敵です。タイミングを見てアニマバーストを発動させましょう。アニマバーストのゲージはアイテムでも貯めることができます。またゲージを2つまでストックすることができます。はい、 R3 ってどれだっけ。押し込みか。いいね、かっこいい。なんなんだお前は。猫が喋った。錬成術師だと。錬成術師、出ていけ俺様の遺跡から。ちょっと、何よこれ、このままじゃ墜落しちゃう。めっちゃ振動してる。一匹の運命の出会い。ダメ、こんなところで死ぬもんですか。
あ、お父さんが探してるんだね。やがて、やがて王国にその名を来るか、遺跡の鍵を。ちょっとブレイブリーデフォルトはさ、あの1回1回にすごい時間かかるので、のんびり更新で申し訳ないです。まあ、待ってる人がいるかどうかは分かんないけど、撮影するのに1時間半くらいかかって、あ、なんかどっかでも行ったな、ロックマンかな、撮影するのに1時間半くらいかかって、カットするのに1時間くらいかかって、エンコードするのに3時間くらいかかるから、まあ6時間くらいかかるんですよ、1回やるのに。さて、嵐に巻き込まれたはずに、この近く不思議と天気が落ち着いてる。出て行け、出て行け、俺様の遺跡から。立ち去れ。気になるわね。猫ちゃんの言う通りの遺跡だっていうなら、未知の技術を発見できるチャンス。やれやれ。まずは遺跡に向かいましょう。はい。まだ遺跡、みんな遺跡に、まずは遺跡に向かうんだ。そうか。箱舟の修復にマナを集め、あ、待って、うちのあれたちがいなくなっちゃったじゃん。遺跡は右の方から降りるブロ。これ上のあれかと思ったら、この下のあれか、ゴーレムみたいな、こいつかわいいな。あ、降りるの、うえー、箱舟、未知の遺跡、未知の遺跡。あ、あ、ステージがあるんだ。さあ、冒険の始まりよ。あ、待って、ダンジョンマップがあるぞ。潤沢なマナの流れ、この場所なら味方になるアストラルが連成できそう。ジャンゴ、ワンツージャンゴ。遺跡は挑戦のたびに構造が変化しまいます、しまいます。毎回出会う敵や入手できるものは異なります。探索開始時、味方となるアストラを入手します。あちこちから入手できます。自由に編成して自分だけでコンボを作りましょう。遺跡内では装備品となるアクセサリーも入手できます。効果を見てアストラルとの組み合わせを考えましょう。アクセサリーは自動的に装備、効果はいくつでも重なります。すげえじゃん。ノアの HP が0になるとゲームオーバーです。入手したアストラルアクセサリーはなくなり、箱舟に戻されます。その代わり箱舟を修復することでノアが永続的に強化されます。まあ、周回してくださいだね。これさ、下の子をどうやって倒す、あ、ここにいるのか。待って、意外と下まであったな。おお、 HP マックス。下に行けって言われてるけど、火をこう行きたくなってしまう。あ、全滅系か。で、全部開いたよ。敵がいっぱいおるやんけ。チャレンジを達成しよう。遺跡では特定の条件が提示されるチャレンジが発生することがあります。敵の全滅時、条件を満たしていると高箱は1つ追加されます。ノーダメージ、あぶね、よし、これ敵に当たることでさ、こうあれだね、上に居座れるっていうのかな。ウィン、オーケー、お金、バーストマックス。まあ敵に当たることでダメージを受けるかをちょっと知りたかったんだけど、まあ受けるでしょう。お、クリスタルだって。解放。遺跡にはノア自身を強化できるクリスタルがあります。選択できるのは一つのみです。レッドクリスタル。戦力ってな。あー。戦力50、ダメージ
ダメージのあれが大きい。最大 HP。あー、どれがいいか。まあ、レッドがいいか。あ、でもちょっと離れて攻撃するんだよな。1ヒットごとにダメージ 1%。でも HP が多い方がいいような気もするけどな。火力化を取るか、HP を取るか。まあ、火力でいいか、序盤は。でさ、上に行けるわけじゃないのか。繋がってるように見えるけど、繋がっているわけでは、あ、なかった。たまたまちょうどあれだ。見なかっただけだ。ぶっ飛ばしちゃうわよ。うわ、ジャンゴがいいね。ぶっ飛べ。いいね。君は早当てのリング。アイテム取り忘れに注意しよう。アイテムにはフロリと自動で入手するものと自分で拾わないと入手できないものがあります。取り忘れたアイテムのある場所はマップで確認できます。だからさっきのさ、右上あれも HP マックスが出てますよってことだよね。これ何で、なんかボス部屋っぽい感じしてますよね、あっちの右下。これは何？錬金。アクセサリーを錬金できます。錬成できるのはランダムに選ばれた3つのうちの1つのみです。はい。でもさ、結局今属性とかがさ、ないわけでしょ？炎のゴブレット。これさ、仲間のさ、あ、見れる。マップ活用しよう。アイコン。待って、アイコン説明じゃなくて、あ、これアイコンしか出てないのか。移動先って、何？え、すげえ、便利。ファストトラベルを。すげえな。味方のさ、あれを見たいんだけど、あ、メニューか、オプション、プレイヤー。あ、火属性ダメージ乗ってんじゃん。編成で、おまけ編成で自動的にアストラルが組まれます。スキル枠にアストラル編成するとアタックと異なる特別な攻撃を行います。スキル枠は箱舟の修復で回復することができます。アストラルは錬金窯や宝箱から入手します。箱舟に戻ると全て失ってしまうのか。そうなのか。雑種斬撃強打。あ、アクセサリーか。あ、やっぱ戻っちゃなくなっちゃうのね。だいたい一旦で終わってしまう。R2 雑種。あ、スキル、あ、スキルね。レベルマックス、やっぱレベルがあるんだな。倒送信。まあ、いや、とりあえず、行ってみようぜ。ゲートの効果。選んだゲートによって様々な効果があります。最初はゲート1つしか開放されておりません。閉じられたゲートは、表示された条件を達成すると開放します。箱舟の修復でゲートの効果を追加できます。探索し終わったかしら？あー、なるほどね。次のエリアに行けるよってことか。断崖の暗がり。アストラの出現率アップ。行くわよ。あ、なるほどね。奥か。うん、一回一回戻るのかと思った。まだ先はいた。さっきの猫ちゃん。お前、生きてたのか。お前もあいつの仲間なんだろう。だったら俺様の敵だ。あいつ、うん、はあ、そのシビのくせにか信じられねえ。怪しいな、お前。俺たちがすっげえ力持ってんだ。お前なんか渡すかよ。そんなもん俺様が知りてえよ。お、記憶喪失だ。何なの？行くわよ。まだ先は長いわね。はい。人暴れするわよ。ほい。ちょっと。あ、ストラルを使ってほしいけど。これは何だったんですか？お、ハリケーンドラゴンだって。あ、風属性だ。やった。制限時間内に全ての敵を倒せ。
お、待って、なんか面白い声来たな。レナだ。なんか昇竜拳なのか。ちょっと、あ、さっ。いや、でも時間内だから行った方がいい。ギリギリ。ちょっと昇竜拳がな。ちょっと編成的に最後に来るのはあんまりよろしくないか。まだ強くなれるわ。オッケー。じゃあ、あ、両方取れるんだったら別にいいね。あ、2個になる。モンスターハウス挑戦者遺跡や特殊な石碑を起動すると強力な敵が出現する部屋があります。すべての敵を倒すと豪華な報酬がもらえます。起動するまではいいんだな。属性モンスターハウス、通常より難易度が高い割に多くの報酬がもらえる特殊なモンスターハウスがあります。石を起動したいとき3属種類の属性なんか挑戦したい属性を選びます。へえ。ちょっと待ったんだけどドラゴンさ、こっちじゃなくてスキル枠に持ってったらどう。ハリケーンブレス、こっちに持ってったらどうか。起動する、制限時間で全ての敵を倒せ。ノーダメージは無理っぽいな。チャレンジ成功で宝箱1つ1回が一番いいかな。火柱、つらら柱、竜巻のトラップ、氷属性。いいんじゃない。あと15秒。うへ、うわ、時間全然足りないんじゃない。あ、向き逆だうわ、全然時間足んないね。まあしょうがないね、序盤だから。ジミーみたいなやつがいると、カルクリ、ウォーティー。あ、いいんじゃない、汎用的。マップ、あ、上行くか下行くか。じゃあ上から行こう。シーフルって何？あ、シーフル逃げちゃった。なんかあれだったんだな。レアなやつだったんだな。はあ、開けられるって。下行くかね。何が手に入るかしら。ちょっとマップ、オッケー。アイテム、氷属性、風属性、アストラル風属性、敵を倒すとき 10% の確率で、あー、ちょっとそれもいいな。でも氷属性クリティカル率アップさせようか。で、せっかくだからウォーティーを一番前に持ってくる。HP 回復とかだったらちょっと欲しいなって思ったんですけど、まとめてやっちゃうわ。目標トータルダメージ、おう、ミッション失敗。あ、待って、次なんか出てんな。トータルダメージのあれが鍵。あ、やった、 HP 回復あった。
これ右なんだろうね。これモンスターハウスかな。隅々まで探検しよう。敵は出現せず、広く複雑になっている探索部屋があります。鍵付きの 扉を開けると宝箱までショートカットできます。ああ、なるほどね、そういうことね。ボマあれが罠。ショップを活用しよう。ゴールドも使っちゃうんだ。狂乱のブレスレット、バーストダメージ 30% アップ。強行のブレスレット、ウィーネ。でもあれはいっぱいだよね。放電のエンブレム、400足りないって。いらっしゃい。とりあえずは狂乱のブレスレット買っとく。 HP を回復で、ファストトラベルで戻る。まあ、周回限定だからな。前提だもんね。断崖の暗がり。なんだ君、ちょっとあれって、ぐわ、大丈夫？なんで、やがった、逃げろ。無駄だ無駄だ、遺跡の鍵を貴様はここまでだ。なんとか言いなさいよ。この子に怪我をさせたのはあんたなんでしょう。引くがいい、お前に用はない。どうしたと、全ては天命のためだ。鍵をその力を燃え抜けた天命は今渡される。お前に用はない、そう言ったはずだ。何、バトルか。今なら強そう。くれ、おし、ナイスナイスです。バーストだ、くらえ。オッケー、ナイス。遠距離攻撃、やっちまった、戻ってきた。ひー、くらえ。よし、鋼のキング、うせ、オッケー、鋼の、いいね。先に死んだと目的を果たしたとか言って。お前侵入者のくせに、なんで俺様助ける。お前も遺跡の力が見えてなんだろう。お前は先に進むのか。なら俺とも連れて行け。今は記憶なくしまってから、道案内くらいしてる。名前も思い出せねえが大事なことを覚えてる。この遺跡がすげえものだってこと、守らなきゃならないってこと。ノア、リトル、ジッパー、ちょっとロケットすんな、ロケットすんな、いじっぱりなんだ。バーストダメージ、おー、強烈のブレスレットレベル3。ゲートエレメントってなーに。同門大爆風、あー、同門ね。
ね、この氷のミサイル強いぞ。オッケー、スキルでちゃんとやってくる。うちのアストラ隊がなんか設置技に見えちゃう。でも敵に当たっても大丈夫そうだったね。おかあね、左下なんだっけ、バーストゲージ貯めていきたい。ショップが早いね。君は風の槍使いロン、いいね、かっこいいね。逆境のリング、台風のリング、風、条約層、まあとりあえずまだいいか。アイテムを、でも回復だよな、やっぱり。なんだこりゃ。あー、一個足んない。買ってきてもいいけど、いや、一回も先進めば、まだもう一個ぐらいあるっしょ。ノーダメージ。ノーダメージで敵を倒せ。どうすっかな。いいね。あはははっ、強い強い強い。ふう、怖いね。どうすっか。バーストなるべく使いたくないっていう。よし、とりあえずいって倒した。一体になれば大丈夫。結構ダメージ食らっちゃったよな。ハリケーンドラゴン、これでハリケーンドラゴンがレベル2になりました。いいね、強い強い、ドラゴン、いいねいいね。ナイス、吹っ飛ばし。吹っ飛ばしもあれか、繋がんない可能性があるから、あれか、微妙か。でもドラゴンが強い強い強い、これが強い。で次のエリアが上が先に進む。で、ここが宝箱エリア。HP 回復ナイス。で、鍵もあった。あー、あったけど、これってさ、乗っていいんだよね。あ、よかった、ジャンプだ。くそ、1個使っちゃうか、しょうがないね。回復。体幹、属性アップ。大病、めまい、衰弱体型。まだ D ランクなんですが。そしてちょっとああオッケーオッケー、いいね。一個ずつ。あ、 C ランクになった。オッケー。となかったらショップで買いましょうか。鍵いいもの出してよね。どうしてよね。アストラを連成できる錬金釜があります。うわ、フリーズドラゴンだって。ドレイン、あ、待って、 HP を吸収する。敵は霜焼けになることがある。 DCBCABC、ザッシュザッシュ。あ、HP 回復もいいけどさ、ちょっと HP 回復すっか。ただ
ドラゴンと変えないといけないんだよね。そしたら、ちょっと難しいな。トレーシーのボーナスステージ。遺跡には制限時間内に破壊したターゲットの数に応じてさまざまな報酬がもらえる。ターゲットを破壊した数が目標を超えるたびに報酬が豪華になっていきます。まあ、ボーナスステージということですね。ミニゲームステージ、あ、やっぱボーナスステージだった。頑張れよ。 3、2、1、ゴー。 よし、ランクアップ。いいね。これが強い。うぃー、大霊のピアス便利。そして鍵は手に入らなかったので買いに行きましょう。いい。あ、待って、1600あるぞ。アタック枠に非効率属性のアストラル5体を編成し、次の作戦ダメか。まだちょっとお金残しとくか。いいもの出なさい。信頼のビギーパンク。あ、ゴールドを持ち帰る。素晴らしい。強行のブレセット、ね、君は見えねえ。ヒルデさん、聖騎士フィルデ強そう。発明、待って、水で染まってきたぞ。待って、ヒルではブレイド、アイスブラント、暴殺、忍刀で切り上げる、ノアと共に跳躍する、敵足も焼けになることがある。そっか、どうすっかな。こうか。ちょっと一回やってみようか。ジャンプしてっちゃうね。まあ、いっか。ああ、そっか。上から攻撃になっちゃうのか。どうも。愚かな追いすがるとは。戻せるつもりはない。気をつけろ。何か来るぞ。鋼の王の次は何だ。でかくね。鉄巨人。嘘でしょ。つえ。ケツ入れば。クソ、ドリンが出た。ひえ、きつこれさ。いや、強かったよな。入手したものはマナに変換。力尽きて箱舟に戻ると、遺跡内で入手したクリスタル、アクセサリー、アストラルを全て失ってしまいます。その時それらはマナに変換されます。珍しいものほどマナは大量入手することができます。マナ変換、
ピン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 。いっぱい集まったわね。いや強かったな。一発でだいぶ持ってかれたな。さっきこの遺跡のキャラクターを倒してマナを回収したから箱舟の機能を修復できる。箱舟を修復してノアを強化しよう。箱舟に戻ったら探索に出かける前にキャラクターたちに話しかけましょう。箱舟で強化された効果は永続します。作戦を練り直しね。遺跡探索録、ゲーム中特典の条件を達成すると称号がもらえます。称号のほか様々な報酬がもらえます。スタチュースタチューをセットすると遺跡内で役立つ効果を発揮します。箱舟にいるブロッカに話しかけてスタチューをセットしておきましょう。鋼のルータスソー、アタックダメージ5。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、まあどんどん行くしかないってことですね。アニマを変更するかい。ノアが精霊の力を借りた姿をアニマと言います。見た目は性能が異なります。特殊な効果がついたり編成したアストラが強化されます。アニマは遺跡探索録の報酬で入手できます。じゃ探索していくしかない。あー、これさ、あれじゃない、ダウンロードコンテンツ買ってあるからじゃない。白魔術師美食剣器陶国騎士ノア総大将娘ノア。あれ待って、これ娘では、馬娘だな。あ、待って待って、かっこいいかっこいい。ん？これプリコネだっけ？コラボしてたのか。わかんない子もいっぱいいるけど、二つちょっとごめん、わかんない。これ確かプリコネ。これかっこいいよな。アニマバスト。あ、これが選べるのか。ちょっとこれが。あ、ジャンプ回数プラス1、最大 HP プラス10、スキルクールタイムマイナス5、20% アップ。あ、ジャンプ回数1ってちょっとどうなんだろう。いいと思うけど、でも見た目的にかっこいいから。そうそう。それならどうかしら。いいじゃん。新しいじゃん。チュートリアル。確認できるぞ。あー、そうね。箱舟修復、アストラルハウス、親密になりましょう。遺跡で集めたギフトをアストラルにプレゼントすることができます。プレゼントを渡したアストラルとの絆が深まり、アストラルの潜在能力が開花していきます。ギフト、あ、これがギフトだったんだ、なるほどね。でもさ、結局さ、これレアな女の子たちをさ、まあ、使っていきたいけどさ、でも結局この子たちをまた手に入れないとダメなんでしょう、きっと。ね、って思った。スタチュー、スタチューをセットできるブロー。箱舟に飾ると探索に役立つ効果が発揮されます。これいいな。まだ1個しかない。でもこれでアタックダメージプラス 5%。 OKあ、かっこいい。いいね、いいね。箱舟修復。マナーを消費して箱舟の施設を修復できます。修復すると探索に役立つ特殊な効果やのようなアクションが解放されます。遺跡内で敵を倒したり宝箱から入手できます。ゲームオーバーになっても箱舟に持ち帰ることができます。生産施設とかあるぞ。あー、なるほど。あ、入手できるようになるって。まあ、とりあえず基本の方からいかないとダメ。ポーションを使用できるようになるっていいな。ノアの最大 HP20%、ダメージプラス 20%。じゃあ、ここはシンボル。ポーション使用できるようにしたいよね。箱庭の修復で、箱庭って言っちゃった。ポーションタンクを設置できます。ポーションタンクを利用すると、すでに使ったポーションを補充できます。いいじゃんね。エーテルスラストを使用できるようになる。あ、生産施設。箱舟にゴールド国家が出現してゴールド受け取れるようになる。ポーションの回復量アップ。
いや楽しいなこれな。ダメージ HP、 まあ基本的なところを強化していきましょうか。待って、ゲートエレメント、ゲートの効果追加できる。ダメージアップ、軍旗、345、何にも足りない。よし、じゃあ一旦区切りまして、あ、本当だ、 L1 でポーション使えるようになってる。また次やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。